というわけで本日はこちら新馬場駅から徒歩5分ぐらい東流さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店品川エリアでは屈指の人気を誇るちょっとしたデカ盛りチャーハンで有名なお店ということなんですけれども、チャハナガの理想のチャーハンを追い求める旅、こちら見逃せないなということでやってきたわけなんですけれども、果たしてどんなチャーハンなんでしょうか。それで今日も張り切ってガガ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 でしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、こちらの東流さん、ネオンの消えかかった感じからの年季の入った食品サンプル、さらには店内のこの雰囲気ですよね。こういった雰囲気が味に説得力を持たせてくれますよね。果たしてどんなチャーハンなんでしょうか。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永だ。はい、というわけでこちらがチャーハン大盛りです。いやー、680円でこのボリュームありがたすぎますよね。はい、そしてここからは新たな試みということでデカ盛りのチャーハンを、測ってみようということで、だいたい直径が15センチ、そして高さが15センチ来ましたね。この大きさですよ。いやー、こちら直径15センチ、高さも15センチ、ちょっとこう深さもあるんでね、18センチぐらいでしょうか。このボリュームありがたいですよね。それでは早速いただきましょう。さあ、焼き飯といったこのシンプルな香りたまりませんね。ややしっとりめのチャーハンで、結構ね塩気の強い味なんですけれども、いや、これは素朴な味が癖になるといった味わいですね。はい、それではこちらスープいただきましょう。優しい鶏ガラ醤油の中華スープといった感じです。やや醤油の風味を強く感じるかなといった印象ですね。いや、こちらのチャーシュー、ラーメンだとかその他麺類に使用されるチャーシューだと思うんですけども、お醤油の風味が濃くって、いや、このあっさりめのチャーハンすごく合ってて、マジでこれは本当に夢。決まりましたね、夢うまペロペロですよ。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、マジで美味しかったですね。味付けはシンプルな塩味のみといった印象だったんですけれども、あのボリュームとね、シンプルな味付けにマッチするチャーシューの濃い味が絶品でしたね。で、あんだけボリューム持って680円ですからね、コスパもむちゃむちゃよくって、心も体も大満足といった感じですね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら東流さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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